はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。今日も GCG アジアの情報をお届けしていきますけれども、今年ね、最後の取引ということで、12月の27日金曜日ですね、取引が行われました。で、今日のね、お昼くらいですかね、結果が、流れていました。はい。はい、こちらがその結果になりますけれども、ね、2019年、なんか1212って書いてありますけど、間違ってますね。はい。27日の結果ですね、14.4% ということでね、A1 が勝利しましたということで、あとはね、投資金額に応じて、7.2%、8.64%、10.08% と、ね、いうことで配当が出ています。はい、で例によってね、この配当、多分ですね、週明け月曜日、多分出ないと思うんで、持ち越すんじゃないかなと思いますけどね、年明けまで持ち越すんじゃないかな。大晦日やるんですかね。大晦日やるんであれば、多分、ね、12月31日とか、もしかしたら、でも1日はね、休みって言ってたんで、2日とかに反映ってなるんですかね。かなりそのね、利益の反映まで時間がかかると思いますけれども。はい。まあ、いずれにしてもね、A1 が勝ったということで、今年じゃないか、今月の、ね、勝率が 30% を超えた、40% を超えたのかな？40% を超えましたね。はい。ね。ということで、まあ、かなり高い高配当を相変わらず維持している GCG アジアですけれども、多分、今あるね、こういう、なんていうんですかね、ハイプって言われる投資案件の中では一番利回りが高いのが GCG アジアだと思いますので、ね。まあ、普通ですとね、まあ、ハイリターンであればハイリスクであるということなんですけどね。まあ、どの辺がハイリスクかっていうのはね、過去の動画を見ていただければと思います。はい。でね、まあね、期待通りの結果が出たということでね、今年1年、いい感じで締めくくれたのではないかと思います。はい。投資家の皆さん、本当におめでとうございました。はい。ということでね、私の方もですね、まあね、GCG アジアの、動画、こんなに長く続くと思ってなかったので、まあね、1年またぐと思ってなかったので、まあ、また来年も、やることになると思いますけれどもね、変わらずね、よろしく、発信していきたいと思います、ね。チャンネル登録まだの方は、ぜひですね、チャンネル登録。ということですね、こちらの動画なんですけれども、まあ、GCG アジアを推奨しているわけでもなく、否定しているわけでもありません。投資はリスク商品です。高いリターン、まあ、高いハイリスク、ハイリターンですね。ローリスク、ローリターンということで、これは投資の、ね、大原則です。どちらの戦略を取るかは投資家の判断になります。で過去の動画、たくさん私アップしてますので、まあ、そちらを参照いただいて、まあ、やるやらないはね、本当に皆さん の、あのご判断なので、結局こう、なんだかんだ言って、ここまで続いてるっていうのが事実なので、今後どうなるかっていうのは本当に誰にもわからないので、そこは皆さんの方で、ね、過去の動画を見て判断していただければと思います。はい。で、この動画を作成している私なんですけれども、GCG アジアには投資していませんので、出金とかね、手続きとか、まあ、そういったことに関しては、紹介者とかグループのリーダーの方に問い合わせてください。はい。ということでね、今年1年、まあ、まずはね、ありがとうございますと。また多分、明日、明後日ね、公式通知の方、この式アナウンスの方出ていたら動画撮りますけれども、とりあえずはね、今年最後の取引が終わったということで、今年もありがとうございますということで、終わりにしたいと思います。はい。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。株や不動産、副業、節税といった、マルチインカムサラリーマンとしてのお得な情報を発信していますので、こちらをクリックしてください。